様の撃った拳銃以外、被害者の息の根を止めることは不可能なのだ。でもビフテキの鉄板で火傷したのなら食卓に運ばれてすぐだったはずです。確かにそうだろう。少しでも冷めてしまったら火傷したくてもできなくなる。運ばれた鉄板にたまたま手首が触れた結果火傷をしたのなら、やはりその時はすでに死んでいたはずじゃないですか。しかし現実に被害者は銃弾で死んでいるのだ。これを覆す証拠がない限り、こんな議論は無駄なのだ。確かに阿内賢治の言う通りである。クソ、なんだなんだなんだ、はい、痕跡ですか。拳銃で撃つ、首を絞める、ナイフで刺す、突き落とす、人の命を奪えば必ずその痕跡が残るものですわ。もうあと薬しかないよね。まさしくその通りですぞ。我が国の警察は全ての可能性を調べ上げた、そう断言できるなあ細長刑事。私なりに完璧を目指しました。確かにどれも遺体に痕跡が残るけど、そうじゃない殺害方法は存在しないのだろうか。もし万が一この私を疑うのであれば、教授の命を奪った手段を見せていただきませんと。あー、これあれかな、じゃあ大学に薬か何か取りに行ってんのかな、あれが必要になるかもしれんって言って取りに行かせてたもんね。お話になりませんわね。薬じゃないのかな。めっそうもない、可憐なる英国レディーを疑うなど、そんな不埒な輩、このアウチ一刀両断してくれますぞ。遺体に痕跡の残らない殺害方法か。立証するには何か証拠が必要だな。証拠ね、まあ多分今持ってる証拠では無理だから、この話を一回終わらせると思うんだよね、はい、そしたら証拠が増えそうな気がする、持ってきそうな気がする。未熟とはどういうことですか。大英帝国では現場に残されたものは全て警察が保存して調査をします。でもこの国では捜査は一度きりでおしまい、そうでしょ。はっ、ラ・クワントスは本日もバッチリ営業しております。だから状況が変わっても、何今の何これ何これ。だから状況が変わっても新しい証拠など提出できるはずもない。そして未熟な刑事たちも何の疑問も感じていない。よろしいですわね。なんというかおおらかで。たはあ、これは痛いところをついてきますな。さすがですな。なんだか、あの賢治さん、気のせいか逆に大人物に見えてきたぞ。完全に気のせいだと思うぞ。それにしても今のジェゼールさんの証言、どこかで一瞬気になることがあったような。いや、細長がなんかやってんだよ。なんなのどうだ。なるほど、ダメだ、いくら揺さぶってもなんだか手応えがない。思った通り、なかなかしたたかな女だな。何か手を打たなければ尋問が終わってしまう。そんな何かないのか。あの舶来美女の証言を崩す手がかりは。なあ麻生議員、なんだ。なるほど、実は一つ気になったことがあるんだけど。気になったこと、それはあのレディーか。それが違うんだ。
その隣、細長刑事なんだよ。刑事？最後の証言でなんか気になる反応をしたんだ。血出てます。何か利用できないかな、刑事さんのあの反応。一つ俺に考えがある。もう一度あのレディの最後の証言を揺さぶってみよう。え？俺たちの今度の標的はあの澄ましたレディじゃない、その横の刑事さんだ。あ、ああ、わかった。あ、そぎ、何か思いついたな。レディの最後の証言、もう一度揺さぶってみよう。ああ、なるほど。飛ばしてここね。はい、未熟とはここら辺か？違う。待てよ。待てよって言った。そう、ここだ。ミス・ジェゼールの言葉に刑事さんが反応している。さっきまであの刑事は彼女の通訳として証言台に立っていた。しかし今状況は大きく変わった。細長刑事はレディの証言を聞く立場になったのだ。もしかしたらこいつは絶好のチャンスかもしれぬ。どういうことだ。人は自ら証言しているときは隙を見せまいと身構えているもの。しかし他の者の言葉を聞くとき彼らは無防備になる。新しい証言持ってんのかこいつ。なんか確かにすっかり考え込んでいるぞ。今こそあの刑事を問い詰めるとしよう。問い詰める？何それ。問い詰める。なるほど。これから他の証人を見る。カーソルについて説明する。カーソル？俺たちは今証言をしているあのレディを注目している。このカーソルをAD で移動すれば他の証人を見ることができる。まあ、このカーソル合わせればいいかな。そして他の証人を見ているときはスペースで問い詰めるを行える。油断している証人の隙をつけば新しい情報が引き出せるやもしれぬ。怪しい気配を感じたら迷わず見回す。覚えておくといい。まずカーソルを AD で移動して刑事さんを注目する。そしてスペースで問い詰めるだな。よし、やってみよう。これ？待てよ。あー、いけない。見回すか。あー、なるほど。で、問い詰める。ちょっとうはなんだ、なんですか。で動揺しすぎだからな。すみません。まさかそこまで驚かれるとは。恐るべし心の隙。今何か深く考え込んでおられたようですね。隣のレディの証言を聞いて、あの、何か言いたいことがあったら聞かせてください。意義あり。なんですかこれは。今証言をしているのはかの英国のレディですぞ。その言葉に問題がなければ尋問は即刻終了すべし。あ、そうなのですか。そうはいかない。え？証言台に立っている以上細長刑事も立派な証人である。そこはバチンと行こうよ。それにこの刑事さんは事件の関係者でもあります。
細長刑事よ。はっ、何か申し述べることがあるか。ただいまの証言について。血を拭け、とりあえず血を拭け。よしよし。それでは恐れながら申し上げたいと存じます。確かに我が国の帝都警察の捜査はまだまだ未熟です。だからこそこの私細長は、細長だけは常に完璧でありたい、そう願っているのであります。完璧ですか。だからこそこの私細長はあの事件現場から手当たり次第持ち出してやりました。現場保存を振りかざしてやってやったぜたとえ現場泥棒と呼ばれようと私はやってやりましたよ、やっぱり死んじゃう。現場泥棒。どうやらレディーの言葉は刑事のプライドを傷つけたようだな。例えばこいつです。それはもしかしてあの日私が被害者の食卓に運んだ炭酸水です。その中に毒入ってんじゃない。あれから3日、今ではすっかりただの水になってしまいましたが、こいつはかつて炭酸水だった。そう、誰が何と言おうとも。ボトルの中にまだ残ってるみたいだな、水が。いずれ来たるべき新世紀には我が国の警察は世界一になる。私は細長はそう信じているのです。ナイスだぞ細長。もう真相だけど、証人自身は理解できないが、その主張は理解した。その美しいガラス瓶を証拠として受理するものとする。でも中身が何なのかって調べるっていうのをこの世界でできんだろうか。むー、恐れながらミス・ジェゼールよ。ソラダと被害者が事件当日に飲んだものに間違いないだろうか。ええ、そのガラス瓶でしたわ。なんだろう、今目をそらしたように見えたような。それでは尋問に戻るものとする。刑事はもう少し自分を抑えるように。ケフケフって、最初に戻ってきたのかな。あーん、にょん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 、突きつける。どうなった。ここで突きつけるの、これをだって証言変わってないもんな。突きつける。被害者とジェゼールが事件当日に飲んだ炭酸水、被害者の食卓にあった。はい、これでいいのかな。これは先ほどのガラス瓶であるか。被害者に殺害の痕跡が残らない手段が一つ考えられます。それはもちろん毒です。毒。被害者のワトソン教授はあの日この炭酸水を飲みました。その中に毒が入っていたのではないでしょうか。そしてそれを飲んだ時、教授は亡くなった。それが一番濃厚な線だよね。静粛に静粛に静粛に。でも体の中から毒は検出されてないんじゃないの。そこらへんは調べられないのかな。あの日被害者と同じ食卓にいて毒を入れることができたものは一人しか存在しません。それはもちろんジェゼール・ブレットさん、あなたです。貴様、根拠もなく何ということを。覚醒不正でも
現在我が国が置かれた立場は分かっておろう。我が大日本帝国は大英帝国と友好条約を結んだばかりなのだぞ。貴様の無謀な告発によってその関係を破壊する気か。異議あり。ここは政治の場ではない、人の罪を裁く法廷である。なんだと。大英帝国のレディーだろうが関係ない、罪があるかないかそれだけだ。ぐ、あの一言よろしいかしら。レデーの侮辱、このアウチ。黙るのはあなたですわ。シャラープツタ、はは。ははな、なんだこの異様な迫力は。顔見れる？ようやっと顔見れる？先ほどは大変失礼なことを申し上げましたわ。私、心よりお詫びいたします。それは何のことですかな？この国の警察の捜査は未熟だと。しかし、いくら未熟とはいえ、さすがに調べましたわね。このガラス瓶の中に毒が混入しているか否か。そりゃ調べるか。当然でございます。え、先ほど申し上げたはずです、この細長、常に完璧でありたい、そう願っていると。まさか。当然このガラス瓶の中身は検査をしております。なんと、それで結果は？現在我が国で可能な毒物検査をすべて行った結果、この炭酸水にはいかなる毒も混入しておりません。じゃあ我が国にない毒じゃない？なんだと、間違いないのですか。帝都警察監察医長が直々に検査した結果です。なんですって。死んだ。3回目か。この国の皆様にお礼を言わせていただきますわ。この私の潔白を立証してくださったのですわね。感謝いたします。もちろんその通り、礼など無用ですぞ、レデー殿。なんということだ、こんなバカな。毒殺と考えれば全て筋が通るというのに。どうやらこの尋問で全てがはっきりしたようである。やはりこの凶器の銃弾以外、殺害の手段は存在しなかった。そしてその犯行は凶器を手にしていた被告人以外不可能である。もうダメだ。レディーよ、時間を取らせてしまい大変申し訳ありません。 Don't mind、 分かればよろしいのです。弁護人よ、念のため確認しておくが、この他に何か提出する新しい証拠はあるか。あー、ここでこう来たってことは御言葉教授が出てくんじゃね。あ、葬儀、すまない。なるほど、証拠はもうない。それでは皆様、これにて失礼いたしますわ。待ったって、待った、よし来た。女の子の声だったね。お待ちくださいまし。あの子は、そなたは何者であるか。そういえばまだ名前知らないね。審理を中断させてしまい申し訳ございません。被告側弁護人の法務助手、御言葉すさとと申します。あ、娘か。御言葉、
追い詰められた最後の瞬間、彼女は凛として現れた。その手に小さな風呂敷包みを握りしめて、続く。すんげえおしゃれな終わり方するじゃん。